ギガ連射。さあ、やっていきます。今回は、スモークの 100KGM。読み方もわからんし、ゲームの内容もよくわからない。なんか、ゴルフっぽい感じがするんだけど、ゴルフじゃないね、鎖だね。今話題の、鬼滅の刃の岩柱かな。しかも、クタじゃなくスモークだから。なんかタイトルにスモークの 100KGM って書いてある。検索で見つけにくいよね。この動画多分まあ伸びないでしょう。2桁いけばいいかなっていう、そういう動画になります。はい、やっていきますが、まあ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 、あらすじから読んでいくけども、あらすじもよくわからんぞ、これは。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、ハンマー姿も渋ワイルドな脅威の無表情キャラスモーク。テク技館で行われているスモーク競技 KGM に颯爽と参戦だ。ぐるぐる回転するスモークのハンマーをうまく相手にぶつけてステージ外に落とそう。自分が落ちてしまったり、ハンマーに当たってしまうとゲームオーバーだ。このハンマーは柔らかい素材でできているけど、良い子のみんなは真似しないでね。です。なんなん？なんなんこれは？これはなんなの ?100KGM は、ともかくこれが一体何をこう、もじってるというか、モチーフにしたのかがわからんのだよ。総合格闘技とか、K1 とかそういう感じ？わかんないんだよなぁ。元ネタがわからん。やっていきます。ああ。なるほどね。アクションだね、これは。あ、ランキング見てないわ、今回は。いい音するね。バンバン。いい音するねランキング見ます。はい。まあ、20ぐらいいけば10位に乗るのか。ヒムナノナノ、ノコ、787、スルメイカ、アズカズキ、ヤンサ、326、カミ。なんかあんまり聞かない名前が並んでるかな。なるほど。アザラシさん14で終わってる。アザラシに勝とう、まずは。目の敵にしてる、アザラシ。おい！おかしいだろ、それは。あの、時間停止能力者だった、今の敵。そんなことってある？そんなことってある？時間停止能力者。これ、初手が怖いね。ある程度離れてから近寄った方がいい。ダブルノックアウト。それはの勝ちにしてくれよ。それは勝ちにしてくれ。ちょっと待って、これまた時間停止能力者が来てる。これ怖いよ。いつ、よし。やば、時間停止。時間停止の能力者、やばすぎる。またか。しかもよく見たらいろいろなギミックがある。これ、クタ上から見るとあれだね。なんか狐っぽいな。ハンマーの模様とかも多分ね、結構深掘りできると思うんだけど。最初のやつと模様違うもんね、ハンマーのね。これ星模様だよね。追い出せないね。これいいよ。いいよ。いいよ。ちょっとコツを掴んできました。2対1ペアやめてくれ。なんでだよ。
出したよ、そいつは。そいつは追い出したよ。これはちょっと、まあ、もうちょっといける気がする。もうちょっといける気がする。時間停止能力者にも負けず。ハンマーの追い出し方向、追い出し方向に当てていけばいいんだ。要は。シュールな笑いがそこにある。こうぐるっと回るんだったら、こう回るんだったら、こちら側でこう当てていく。外に向けて、右方向に投げる。当てる方向、これなら下にある。これだと真ん中に行くかな。下に、まず右に出す。左に出すんだったら上から。右に出すんだったら下から。右に出すんだったら下から。左に出すんだったら、今の危なかったね。一番安全なのは押し出すのがいいな。遠心力使わずに押し出すのがいい。戻れ。下火じゃん。ハンマーが安全とか言ってるけど、その前に下が火なのもちょっとどうかと思うぞ。安全性に配慮してない。テレレレってってって。よいしょー。でもこれさ、ハンマー当たってもさ、敵がさ、落ちないと死なないんだからさ、フターの方もさ、ハンマー当たっただけで死ぬのは理不尽じゃない？うまいけど、2体同時になってからだよね、本領発揮はね。おかしいよ、それは。だから、ハンマー当たったら即負ける、このスモークの打たれ弱さ。これはね、ちょっとね、言及した方がいいと思う。カズオノンでスタートを見守る。下なんて書いてある？ここに KGM の意味がわかるかもしれない。下のこのマットに印字されている。フター MCK ファイト。結局テク技官 KGM ステージ。 KGM が分からんもんだよ。始まらんし、この無音の時間カットしません。そろそろね、そろそろいいスコア叩き出したい。そんな飛ぶ？そろそろスモークじゃねえやつが出てくるよね。早い、今回は。集中していこう。ハンマーがある時を狙ったらいかんな。オッケー。安全に行こう。安全に行こう。こっちのリーチが長いからね。うわあ。こう巻き込んでこっちから入ってくるっていう感じか。なかなか。次ラストにします。今のをラストにするつもりだったけど、これをラストにします。まあ、10分ぐらいになるんでね、動画としてね。まあ、尺的に。10分以内で収めたいといつも思ってる。脅威の無表情キャラ、スモークじゃない。脅威の無表情キャラ、アザラシなんでね。10分以内にいつも収めたいと思ってます。思ってる。気持ちは思ってる。気持ちは10分以内。でも現実は、時間停止能力者にあってしまう。この時間停止能力者のおかげで、まあ、動画の時間が長くなってるよね。結構、相手のね、ハンマーの長さがまちまち、ハンマーの紐の長さが、そんな印象を受けるんだけど。そうでもないか。オッ
ッケーオッケーオッケー。冷静に行こう。焦るとミスる。冷静に行こう。焦るとミスる。オッケー。いいよいいよいいよ。長いよねこいつ、明らかに長いよねこのピンクは。怖いなぁ。早いなぁ。落とせ。14行きたい。よし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 。よしよし。出したい。オッケー。なんか結構戦闘が、好戦的なやつらが多く増えてきたな。ほほー、20行きたかった。好戦的なやつらが。これ2で限界ぞ。3とか、3人とかになったらもう3クター、フロアに3クターいたらもう無理ぞ、これは。人間のこう処理能力で追いつかんなら、19あたりが人間の壁かもしれん。20いくつすごい。1位は40 kg。すご。すご。どんな世界が見えたんだろうな。この人には。20行きたかったな。20行ったら10位以内に入れたのか。行きたかったな。惜しかったけどね。もう一回やりたいぐらいだけど、まあ、ここまでにしとくか。さっきもね、これラストって言ってて、10分以内に収めたいとか言ってたんでね、有言実行でいきます。こういうところ男らしく有言実行。ただの逃げの姿勢だけどね。ということで、クターの 100kgm でしたね。100キロギガトンメガトン。あ、そういう意味か。キロギガメガか。あ、なんかこれの意味の分かる人がいたらコメントください。全然どこにもヒント書いてないんでね。このブラウザのこのトップの画面の中にはね。ということで、クタの 100kgm でした。また別のクタの G、クタのゲームで、クタの G っていうことでしたね。クタのゲームでお会いしましょう。まあ別にクタじゃなくてもいいけどね。ほんならまた。